塩釜市立杉の入小学校は、宮城県塩釜市杉の入一丁目にある市立、小学校。1997年、給食有料校として、文部大臣賞を受賞。2008年度、豊かな体験活動推進事業を指定。1977年4月1日、塩釜市立第二小学校より分かれて開校した。初めの1年間は、まだ校舎も、 第二小学校の一部を借りていたが、1978年に現在の場所に4階建ての校舎ができた。2007年4月14日、校庭の西側の一部に594平方メートルの芝生広場を作った。これは、塩釜 FCB ゼの全面協力で実現したもので、6月4日に芝生の披露式を行った。夢と感動に満ちた安全で楽しい学校。 学校は教師がいるから建物があるから存在するのはない。そこには子供がいるから学校があるのだ。という基本姿勢を忘れないで教育に当たります。人間にとって最も大切なもの、それは生命であり、不益なもの、それは思いやりです。授業は子供と担任の信頼関係の中で成り立ちます。そして教育は保護者。 地域と学校との信頼関係の上に成立します。ありがとうございます。